いえ、久しぶりの仕事で燃えちまってよ。ま、いい仕事はできたやな。一休みしたらすぐにジョーちゃんのパーツ替えの手術するぞ。早くしねえとな、どんな弊害があるか分かったもんじゃない。危ないな。まあパーツが揃ったしよ、もう安心だとは思うが。さてと、顔を洗って仕事の続きを。いえ、今かなり調子がいいんだよ。昔の勘をかなり取り戻している。一度寝ちまったらこの勘は消えちまうような気がしてな。安心しろ、手元が狂うほどは疲れちゃいないさ。なんて顔するんだてめえはよ。このままできるって本人が言ってるんだからよ、できるんだよ。それに今だから言うが、1時間でも無駄にしたくはねえんだよ。いつジョーちゃんの保温機能が切れるとも限らねえからな。いや、わからねえが、その可能性は決して否定はできんな。それに、なんかあのジョーちゃんは人間と同じでよ。一度失われたものは二度と再生しないような気がしてな。ま、技術屋の勘ってやつなんだがよ。あれだけデリケートに温度を維持しているんだ。それが壊れるってことは、大変なことが起こるに違いないだろうな。でも安心しろ、あとはこの部品をはめ込むだけだ。失敗はしない。この俺の技術屋として絶対成功することを約束するさ。なんでてめえ起きてたのかよ。なんでてめえに礼言われなきゃならねえんだって何回言わせんだよタコが。任せておけよ。てめえは黙ってろ。本当ですか？ありがとうございます。そうなんですか、リニアは霧島さんにお礼を言わなくちゃいけませんね。え、そういえば霧島さんは。そうですよね、その方が霧島さんにとってもいいかもしれないですね。
高弘さん、高弘さん、いてくださったのですか。ありがとうございます。はい、はい、誰だとは心外な言葉だな、高弘。本社のことでな。俺のつてからの情報なんだがな、確かに不穏な動きが本社であるようだが、それが表立っているわけではない。かなりの粛清部隊が水面下で動いているようだが、まだ誰かが粛清されたわけではない。それはよくわからない。ただ今はとてもナイーブな情勢だ。お前が焦る気持ちもわかるが、霧島の嬢ちゃんを信じろ。今お前が動いたら逆効果だ。もしもし、霧島でちゅ。そうでちゅよ。私の声を忘れたとでも言うでちゅか。すみません。連絡しなかったことについては謝りまちゅ。探していたパーツがもう使われない部品ということで、捨てられかけていたのを止めるのに早急な手続きが必要だったものでちゅから。その心配はご無用でちゅよ。パーツ探しで走り回ってたので連絡が遅くなりました。私は大丈夫でちゅから、所長はリニアちゃんを心配してあげてくだちゃい。リニアちゃんが喜びまちゅから。では明日また連絡しまちゅ。かしこまりましたでちゅ。ではまた明日連絡いたしまちゅので、リニアちゃんにもうしばらくの辛抱だから頑張ってくだちゃいねって伝えてくだちゃい。それでは電話を切りまちゅね。
ジョーちゃんか。それはよかった。定期的に連絡するように言ったんだろ。なら大丈夫だ。私のために頑張ってくださってるのに、私、申し訳ないです。私らしくですか。霧島さんのためにも私、精一杯頑張ります。わかりました。リニアはいつも通りに過ごします。霧島でちゅ。所長、それが。そのでちゅね。なくなってしまって帰りが遅くなりそうでちゅ。ちょっと私にも
そこのところは分かりまちん。リニアちゃんには申し訳ないと思ってまちゅ。でもいつ戻れるかなんとも言えまちん。とりあえず急いでいるのでご連絡まででちゅ。どうした、高博。なんだよ。ん？なんだってんだよ。ずいぶんと凝った暗号回線だな。こりゃこうなると簡単にはできないぞ。俺にはな、古い俺にはちょっと難しいが、若いやつたちならできるだろう。暗号解読を教えてやればな。いいのか。わかった、若いやつらに言っておこう。霧島嬢ちゃんと連絡を取るんだろ。それなら当然のことだ。任せておけ。